本堂西宝寺は、愛知県北南市浜寺町にある新州大谷派の寺院、大浜寺町と呼ばれる地域にある。県任3年、三河北海軍田尾村に、天台州の三つ寺寺として創建された。上映元年、年宮美僧図の第二、新乱に帰したことで、天台州から浄土新州に改修した。明王5年、北海軍大浜の現在地に移り、 法を賛成かたちと解消した。1871年には廃物希釈に反対する大浜騒動が起こり、西方寺も民衆による質問の対象となった。同じく1871年には西方寺に新民所と呼ばれる学校が、周辺の各村には新民塾と呼ばれる学校が作られ、これらは後に小学校になった。そうした事情から西方寺は、 壁南市における学校教育発祥の地とされる。1888年から近代仏教の尖閣者、宗教哲学者である清沢満氏が副住職を務めた。満氏は満39歳の若さで亡くなった。清沢満氏は明治期に活躍した僧侶、哲学者、宗教家であり、1888年から西法寺の副住職を務めた。 西方寺の境内には、清沢満式年念館がある。2004年10月16日、清沢満氏の100回記を機に開館した。1階には展示室や収蔵庫があり、収蔵庫には、満氏の直筆原稿や遺品、書籍約2000点などが保管されている。また2階は研修室となっており、学習会が開催される。この他、満氏の生涯をまとめたビデオの閲覧や満氏が、 生活した、西方寺書院の見学もできる。清沢満式年間に関するカテゴリー。ありがとうございます。